こんにちは、アンソニーです。今夜中の3時半なんですけれども、ちょっと個人的に事件と言えるレベルのことが起こって、興奮しております。急遽カメラを回し始めました。今ここにある、機材からめちゃくちゃいい音が出てます。本当にいい音が出ていて本当に感動してるんですけれども、でふとですね、今この音を実現するためにいくらかかってるんだろうって計算してみたら、ちょうどぴったり10万円なんですよ。なので、ちょっと予算10万円でオーディオセットを一から組みたいとか、サブシステムを組んでみたいなんていう人はぜひ見ていってください。でとは言ってもですね、そんなに目新しいことはしてなくって、これまでレビューとかご紹介してきたものの組み合わせなだけなんですよ。まあ、そこにちょこっとケーブルを足したとかっていうレベルなので、目新しい話ではないんですけれども、まあね、これがすごいんですよ、本当に。前回の動画でタイダルを契約しましたと。そしてタイダルで MQA を受信するために、以前から使っている SMSL の M500 という USB DAC で使いたいというようなお話をしたんですけれども、要はそれをやってみたっていうだけの話なんですよ。これの前は、オーディオインターフェースの URRT2 ってやつを使ってこのスピーカーを鳴らしていたんですけれども、それをつなぎ替えて SMSL の M500 にしました。で、これも前回言ったんですけれども、電源ケーブルと USB ケーブルを交換しました。で、タイダルを流してみたんですけれども、タイダルはハイレゾ音源を MQA で配信してるんですけれども、全部の曲ってわけではないんですが、その MQA で配信する曲には全部マスターっていうマークがついてます。まあ、これも結構十分多いんですけどね。そのマスターっていう曲を再生すると、この、SMSL の M500 っていう USB DAC の液晶画面に MQA っていう表示が出て、96kHz とか 128kHz っていうような表示が出ます。で、この時の音が本当にやばくてですね、今までこのサブシステムで聞いてきた中で、もう確実にもう1ランク2ランク上の最高音質を実現することができました。もうね、これが本当に嬉しくって、もう思わずねワイン開けちゃいましたよ。まあセブンイレブンのチリワイン、安くて美味しいんですけどね。でタイダルを聞くので、パソコンを持っていることが前提になります。で、タイダルは、正式には日本に未導入なので、あんまりねこう強くおすすめするつもりなかったんですよ。契約するためにはちょっと裏技的な、なんていうんですかね、ちょっとグレーな、契約の仕方をする必要があるので、あんまり表立っておすすめすることができないなと思ってたんですけれども、この音を聞いちゃうとちょっと我慢できないです。タイダルめちゃくちゃいいです。で、タイダル自体のレビューはまた改めてやるつもりではいるんですけれども、まず、楽曲数が半端ないです。7000万曲オーバーなんですね。で、私これまで Amazon Music HD とか、モーラクオリタスとかも使ってきましたけれども、もう全然比じゃないんですよ。もうタイダルを使い始めた瞬間にもう一気に音楽の幅が広がりました。こんなアーティストいたの、こんなアーティストいたの、うわこの曲もすごいみたいな、もうその連続でもう感動の感動の感動なんですよ。もうね、自分の何言ってるか分かんないぐらい、もう言葉の勢いがすごいのが分かると思うんですけれども、それぐらいね、もう音楽好きにはたまらないんですよ。もちろん、海外のサービスなので日本の楽曲は圧倒的に弱いです。でもまあ今見たら米津玄師とか、なんかちょこちょこ、邦楽も若干はありましたけれども、私は洋楽専門なので、まあ、あまりは気にしてないんですけれども、洋楽中心という方であればですね、もうタイダルぜひ、契約してみてください。月額約20ドル弱っていうことなので、まあ月に1枚 CD 買うようなもんですよ。もうそれでこの音が聞けるんだったらもう言うことなしですね。それで総額10万円っていう話なんですけれども、まず必要なもの、USB DAC ですね。 SMSL の M500 というこのちょっと今小さく見えると思いますけれども、この赤い箱です。これが Amazon で 47,299 円です。
で、この M500 ってのは、MQA をフルデコードできる、そういう USB ダックなんですね。まあ、これ詳しい話はまた今度しますけれども、何しか MQA を最高音質で聞けるダックだというふうに思ってください。そして、スピーカーが、タンノイのゴールド5。こちらです。これ私以前レビューした当時は、すんごい品薄でなかなか手に入らなかったんですけれども、今は普通に Amazon でも買えます。ペアで4万4000円です。で、これアンプ内蔵ですから、基本的にはパソコンと USB ダックとこのスピーカーだけあればいいんですよ。もうそれだけです。で、ただし、ちょっとケーブルにも、気を使ってください。まず、USB ダック M500 につないでいる電源ケーブルなんですけれども、これはプロケーブルから発売されている姫っ木メガネ電源ケーブルというものです。長さはいろいろ選べるんですが、例えば私が使っている 1.5 メートルの場合で4100円です。そして、この、ダックとスピーカーをつないでいるケーブル、これが、同じくプロケーブルでベルデン8412というもので、端子の両端が XLR から XLR というものです。これ長さが 1.5 メートルで4500円です。ちょっと私以前にもう すごいケチってギリギリの長さで1メートルのケーブル買っちゃったので、ちょっとこのダックがこう無理やりな設置で斜めにしか置けないんですけれども、まあ、1.5 メートルあれば、十分な、余裕、スペースを取ることができます。はい。ということで、ダックとスピーカーと電源ケーブルと、アナログケーブル。これ4つ足すとですね、もう奇跡みたいなもんです、なんですけれども、合計で、99,899円です。やばくないですか？ちょうど10万切るんですよ。で、これプラスタイダルの利用料金が月額20ドルということですね。で、一応この中には含めなかったんですけれども、もしこのスピーカースタンド、これあった方がいいです。これも使いたいという場合は、これペアで、ちょうど1万円プラス送料になりますので、まあ、これを入れても11万ちょっとということで、ね、もうちょっと興奮してるのが多分伝わってると思うんですけれども、予算10万円でこの音が聞けるってありえないですよ、本当に。で、今私こうやってデスクトップでニアフィールドで聞いてますけれども、6畳とか8畳ぐらいの部屋であれば普通にメインのオーディオシステムとしても聞くことは十分できます。それからなんかこうスピーカーで聞くことをためらってる人ってこう部屋が、ボリュームを出せないとか、そういう環境的な理由でスピーカーを使ったオーディオシステムに踏み込むことができないっていう人結構いると思うんですけれども、いや別にね、そんなに大音量出さなくてもいいんですよ。全然近所迷惑にならない程度の音量でも十分楽しめます。それは、イヤホンやヘッドホン、ダップで聞いてる世界とは全く違う世界が見れるので、もう本当にもう心からこの組み合わせで、音楽を聴いてほしいと思います。まあ、タイダルについてはまた改めて動画を出しますけれども、ぜひそういったものも楽しみにしていてください。この10万円決して裏切りません。もう絶大の自信を持っておすすめします。それでは。